日本とキューバの関係は1929年12月21日に両国の間で外交関係が開設されたことから正式に始まった。第二次世界大戦で一旦外交関係が中断されたものの1952年11月21日に外交関係が再開された。日急関係とも、ハバナ旧市街中心部に位置する仙台城壁公園にある 長谷く常長像、長がぞ常長の皇帝文献で確認できる日本とキューバの交流は豊臣秀吉の維持秀よりが大阪城に未だ勢力を保っていた1614年まで遡る。1613年の秋に宣教し、ルイス・ソテロを制死、長谷く常長を副使として先代半月の裏を出発した慶長県王施設が太平洋経由で、 スペイン帝国本土に向かう途中の翌1614年7月23日、当時スペイン副王領ヌエバ・エスパーニャの置地方都市であったハバナに立ち寄って8月初旬まで滞在した。後年の話になるが2001年、長谷倉ラ長にゆかりのある仙台育英学園がこの史実を記念して創立100周年記念事業の一環としてハバナに 長谷く常長の像を寄贈した。この銅像は彫刻家の土屋水穂が台座に仙台城石垣の石を用いて制作したものであり、同年4月26日には除幕式が行われた。1620年8月、長谷くの率いる慶長剣王施設が聖地であった宣教師ソテルを連れずに記帳した。 ハセクララが7年ほど外遊していた間に、日本では大阪に寄っていた秀頼が、母、ヨドデンらと共に自害して、豊臣氏が滅亡、徳川氏の聖堂にことを唱える勢力が一掃され、キリシタン旧教勢力による内政干渉を断固反撃して、内政干渉をしないキリシタン新教勢力のオランダのみと国交を結ぶことを基本方針とした鎖国体制が築かれつつあったため、 旧強勢力の大国スペインの息のかかったソテロをマニラに置き去りにして貴重せざるを得なかったのである。1622年9月、慶長圏王施設の聖死を務めていたソテロが日本に密入国しようとしたところ、幕府に露見して捕らえられた。その翌々年の1624年、かつてキリシタン大名、大村住忠が統治していた、長崎の大村で噴景に処された。また、 この年に日本は、スペインとの国交を断絶し、キューバを含むスペイン副王領を縫えばエスパーニャとの外交関係も途絶した。以後、江戸幕府が倒れるまで国交が回復することはなかった。正式な外交関係解説に先立つ、約30年前の1898年、日本人農業移民がキューバに初めて入植した。1998年には、 日本人のキューバ移住100周年を記念して様々な文化行事が催された。1929年12月21日、日本とキューバの間で正式に外交関係が開設された。しかし、1941年12月8日に帝国海軍がハワイの真珠湾を攻撃して太平洋戦争が勃発したことは両国の友好関係の破綻をもたらした。 翌9日、キューバは早くも騎士を鮮明にし、日本に対して宣戦布復刻した。その後、日本とキューバは国交を回復させることがないまま、1945年8月に日本がポツダム宣言を受諾して降伏した。フィデルとゲバラ1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効したことにより、 日本は国際社会の一員として復帰した。キューバもサンフランシスコ講和条約に署名した49カ国のうちの一国であり、同年8月12日にキューバ国内で同条約が批准され、11月21日には正式に両国間の外交関係が再開された。1959年1月1日、フィデル・カストロを指導者とする革命勢力が アメリカ合衆国や西側資本の強い影響下にあったバチスタ政権を打倒してキューバに革命政権を樹立した。それまで新米反共のバチスタ政権により弾圧されていた人民社会党は以後、同国で唯一の政権政党となってキューバを統治することになる。フィデルと共に革命に停身したチェゲバラはキューバでの革命常時のみをもって垂れるとせず後に ボリビアに渡航して、さらなる革命に身を捧げたが、オルトゥーニョ政権側の勢力に捉らえられて、裁判なしの大統領令により銃殺された。革命に準じたチェゲバラは、当時だけでなく21世紀になってもなお、日本や世界で T シャツになるなどして愛され続けている。キューバ革命の頃にはすでに資本主義陣営と共産主義陣営が互いに、勢力争いをする。 冷戦構造が出来上がっており、資本主義陣営の名手であるアイゼンハワー政権のアメリカはキューバでの共産主義政権の樹立を歓迎しなかった。アメリカは革命政権を承認しないだけでは飽き足らず、1961年にはキューバと国交を断絶して、さらには軍事力の行使や暗殺工作などの手段を駆使して、フィデル・カストロ政権の転覆を企てた。しかし、 アメリカによるキューバの政権転覆計画はいずれも走行せず、キューバの革命政権はソ連邦との関係を強化することで生き残りを図った。1962年の夏頃、ソ連邦からの軍事援助を受けたキューバに核ミサイル及びその運搬手段が持ち込まれたことで、アメリカとソ連邦の東西対立は頂点に達した。キューバからアメリカのフロリダ州まで、 1> 約1 5 0トルしか離れておらず、ケネディ政権のアメリカはキューバにおける核ミサイル基地の建設を断固として認めなかった。同年11月にソ連邦のフルシチョフ書記長がキューバのミサイル撤去に合意したおかげで人類は核戦争を回避することに成功した。このようにアメリカとキューバとの間で深刻な対立があったにもかかわらず、 日本はキューバとの国交を断絶せず友好関係を維持する道を選んだ。ニカラグアの反共武装組織民主革命同盟のゲリラが休憩している様子1984年11月20日、当時の日本共産党委員長、フワ鉄像がキューバの首都ハバナでフィデル・カストロと会談を行った。当時の国際情勢は冷戦が再び激化しており、 共産主義陣営の名手ソ連邦によるアフガニスタンに対する軍事介入をアメリカや日本など資本主義諸国が侵略であるとして非難する一方でアメリカも共産主義政権が樹立されたばかりのニカラグアの反共の反政府勢力に対してはばかることなく軍事支援を行っていた。フィデルは不安に日本の政治や産業に対する諸事情についてやつぎばに質問を投げかけ、 その一方で、ニカラグアの共産主義政権を倒すために、反共勢力への軍事支援を含んだ、内政干渉を躊躇なく行う、米帝国主義への強い警戒心をとろした。このフィデルとフワの会談は3時間15分にも及んだ。2016年11月25日、キューバを統治してきたフィデル・カストロが逝去。同日中、岸田文遊外務大臣がまず、 ブルーノ・ロドリゲス外相に当てて、弔電を送り、同月28日には、政権与党から、岸田外務大臣のほか、岸忍外務副大臣、その健太郎外務副大臣、武井俊介外務大臣政務官が、在京キューバ大使館を訪ねて、弔意を表明した。野党からは、共産党の委員長を務めるシー和夫が、キューバ大使館を弔問。同じく共産党の不和も、 同大使館を訪問して、諸民族の自決権を語り合った32年前の会談、今も深く心に刻んでいます。日本共産党、不破鉄道と記帳した。同じく11月28日、小屋刑事日本、キューバ友好議員連盟会長が、総理特使として、キューバへ赴き、現地で開催された葬儀に参列した。1968年1月、 ハバナにおいてアジアアフリカラテンアメリカ問題についての国際知識人会議が開かれ、日本からは松本政長、久保田忠山本殺を、派に進む、三沢忠明、本田良介、山本進の7名が参加し、久保田は日本の文化状況について報告した。キューバ革命の10年後、当時まだベトナム戦争の最中にあった1969年に、 黒木和夫監督が史上初となる日本・キューバ合作映画キューバの恋人を公開した。舞台は1968年のキューバで20代の津川雅彦がハバナを訪れる日本人青年役として主演男優を務めてジュリー・プラセンシアがタバコ工場で働く女工であり民兵でもある現地人女性役として主演女優を務めた。 本作は自主上映により公開されたが、当時の日本で盛り上がっていた学生運動に水を差す映画であるという受け止められ方をするなどして、工業成績は不調に終わり、黒木監督は膨大な釈材を背負うことになった。野球は北米と極東アジア、カリブ諸国を除くとあまり人気がないスポーツだが、日本とキューバでは共に野球の人気が高い。それゆえ、 野球での両国の交流も深い。1980年に日本で行われた世界選手権では日本とキューバとが優勝を争い、直接対決で1から0で勝ったキューバがそのまま優勝した。1992年バルセロナオリンピックの野球競技で日本代表とキューバ代表が対戦して、キューバが8の2で日本を破った。両国とも 決勝トーナメントに進出して、キューバが優勝を飾った。日本は台湾代表に敗れたが、3位決定戦でアメリカ代表に勝って、銅メダルを獲得した。2004年アテネオリンピック野球競技でも、日本とキューバが対戦しており、両国の直接対決では日本が6の3で勝っている。両国ともに決勝トーナメントに進出したが、日本が準決勝で、 オーストラリア代表に敗退したため、決勝トーナメントでは、キューバと対戦できなかった。アテネ五輪でもキューバが優勝して、日本が3位という結果で終わった。2006年に開催された、ワールドベースボールクラシック第1回大会でも、日本とキューバの両国の代表が参加している。この大会では、両国ともに、決勝戦まで進出しなければ決して対戦できない、 組み合わせのカードだったが、日本代表とキューバ代表は共に準決勝まで勝ち抜いて、決勝戦で対決した。日本が10の6で勝ち、記念すべき WBC 初優勝を飾った。敗れたキューバも WBC 初準優勝を勝ち取ったことになる。2012年には、侍ジャパンマッチと銘打って、日本とキューバの2カ国間で、国際親善試合が開催された。 この試合では日本が2連勝して勝利している中日キューバ大使館。ありがとうございます。